えー、北海道室蘭市生まれ現在伊達市在住のアーティストで絵イラストデザインや小説エッセイコラムなど幅広く活躍しています柳瀬美穂さんですどうぞはいどうも、ね、こんにちは柳瀬美穂と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい柳瀬さん一体今日は、うん、えー、っとね<何>今日はですねえ,ー、えっと私の展覧会が ええー、ちょっとランコシの方で少し遠いんですけど行われるあ行われてるんですで現在行われてるはいなのでねちょっとえっ、ー、と自分自身のちょっと紹介かね、ええ、ちょっと絵なんかを見ていただこうかなと思ってやってまいりました、ええ、で展覧会なんですけどはいえっと10月の13日の火曜日からはい、えー、25日はい日曜日もう始まってるんですけれどもねええええ 二週間ばかりえっ、ー、とランコシの方でやっています。時間が十時から六、えー、時までと。はい。で二十五日は五、えー、時まで。はい。でこれここがすごいんですね。はい、展覧会なんと料金無料と。はい。もう普段はあのカフェなんですね。ここランコシ町のえっ、ー、と廃校になった小学校を使ってえっ、ー、と木の工房をやってる方と。 その中でまた教室職員室を使ってカフェをやってる方なんかがいてその中のカフェの中でそのあの今見ていただいた絵いやその他の絵を飾らせてもらってるってことです。な,るほどなので、まあ、カフェへ行って、えー、行けば見れますのでどうぞ見てみてください。で、はい、ということでこの非常にちょっと分かりづらいかなと。 私もちょっとねよくこちらまでとこうですねでこちらまでういう感じであの地図を書いて紹介いたします。アクセスの仕方をそれでですね10月の25日日曜日なんですけどこれがまた重要なんですけれど展覧会の最終日なんですけどライブを。 えっと私あの歌も歌っていますので、えー、はい。であの自分の作った歌をね、はい、なんかこういう絵にきっと共通するようなイメージの歌だと思います。ちょっと一曲披露してください。そうですね。ちょっと触りだけでいいどうぞ。うん。どうぞ。そ <laughs> <laughs> うですね。私はえっとね、はい。ウスの浜に浜に近くに住んでいます。なのでちょっと海の歌が多いです。はい ちょっと帰ってきました。波の中に聞こえる歌というようなね。いや今ね一瞬のほんと砂浜が広まりましたか？もう海がこう波がこう押し寄せてくるようの。まさにこう薄いね浜の。 潮風の匂いが漂うような、そんな素晴らしい曲でしたね <laughs> まあこの続きはこの25日のライブで披露するとす、ねはいまあ、私と一緒にあのサンポーニャ奏者の岡田さんという方がねサンポーニャってなんですかサンポーニャってアンデスの楽器で、なんかこういっぱいこうついてって、こういうふふうふうふうとかって笛です、笛笛<え>、笛系統のあの<ン>ケーナとかね、サンポーニャとかっていう雑誌,雑誌じゃない、楽器を 岡田さんとと一緒にやるそれが25日の18時開場19時開演でそれはちょっと入場料が1000円となってますでワンドリンク付きになってますのでね大変お安くなってるとぜひね見に来てください日曜日なんでねたくさんの方々が来て頂いて。 存分にこの、やなせみほワールド、存分に堪能していただくと。はい。あ、そうそう、それであの歌だけじゃなくて、あのスライドショーみたいのをやって、物語を。語ったり。そういうのもね、短いけれども。その物語も、やなせさんが作られたもの。はい。そうなん。ああ、それは本当に。ワールドな。やなせワールドということですね。はい。ね、ちょっとね、ちょっとどっぷりと浸って、くつろいで。 行っていただきたいと思います,す、ね。